マジか、静かすぎるやん。空気耐えられんのやけど。マジ無理そう。コロナ禍の中、入学した私たちはこんなことを思っていました。ある日、授業の一環で映画を見た後、教室に戻ってみると数人の女子がすごく楽しそうに話しているのが見えました。傍から見ると何気ない光景かもしれないけど、私はとても嬉しくなりました。何何と聞くと、何やらクラスの話題で盛り上がっていたみたいです。そんな本当に小さな出来事が大きなきっかけとなって、教室はだんだんと色がついたように明るくなっていきました。生を考えることで、より生はより一層輝きます。このまま生きていたら後悔しない人生なんだろうか。たった一度の人生だからこそ、自分の心に素直に生きていきたい。それができた時、一日一日を大切に過ごすことができ、自分の未来はすごくワクワクするものになるはずだ。あのね、実はねの続きを話そう。あのね、実はね、私友達をいじめていたことがあるんだ。だからね、みんなが思うようにそこまでは優しくないんだ。ひどいやつだよ。すると仲間たちが、なんでと私の目をまっすぐに見て聞く。小学校時代に仲が良かった女の子をいじめてたの。くだらない理由でね。私って最低だ。いや、まさかちょっと3位に選ばれることがちょっと今でも衝撃的というか、なんか1週間弁論の練習してきて本当に良かったなって思っています。弁論の内容は結構自分の過去の醜さ、結構暗い感じなんですけど、なんか自分の思っていることとか、改心と努力すれば今があるっていうことが伝えたかったですね。ところが仲間たちは、さえしんどかった頃のお話をしてくれてよかった、あのさえがいたから今のさえと出会えているんだよねと言葉をかけてくれた。嫌われる覚悟を決めて話した私にとっては、驚きであり大きくて柔らかい布に包まれるような安心感が生まれた。私はあの日のあの感情をずっと忘れられないだろう。私はあの日の仲間たちの温かさも忘れないだろう。私の醜い過去は変えられない。私の惨めな時間も戻すこともできない。でも小学校の頃、天使のような女の子の寛容さと現在の仲間たちの包容力によって支えられた私は今こうして立っている。私はとても幸せで充実している。私は私のままでいい。心からそう思える等身大の私がここにいる。自分の人生は自分のためのものです。だからといって他者に迷惑をかけていいわけではありませんが、様子を伺ったり頼ってばかりいては本当に自分の人生とは言えないと思います。だから少しでもあれがしたい、こうしたいという気持ちが生まれたら、ぜひ迷うことなく挑戦しましょう。自分たちのこれからをスカイダイビングに例えて話していきたいと思います。スカイダイビングというと、飛行機でとてつもなく高い場所から飛び降りますよね。その飛び降りるということを卒業とします。高校の卒業です。飛び降りるのは簡単ですね。でも安全に着地するためにはパラシュートが必要となります。そのパラシュートは私たちのこれからにおいて何に当てはまるのか、私はそれを学生の間に勉強した量だと考えています。勉強で困った時はもちろんですが、相談したい時、話がしたい時など、いつも私の隣、私の周りにいてくれたのは家族や友達、そして先生たちでした。一緒に悩んでくれてアドバイスをくれたり、新しいものの見方を教えてくれました。みんな私の問いかけに対し、まずは思いや考えをしっかりと受け止めてくれました。1位取れなくて残念なとこもあるけど、2位取れたので結構嬉しいなって思います。気づいたとこは、人と人との支え合いの大切さとか、人に支えられて自分はここまで生きてきたんだな、18年間生きてきたんだなってすごい思ってます。私はこのような様々な体験を通じて、努力は決して無駄になることなく、
ちゃんと活かせること、学びの楽しさを知ることができるようになりました。そして私の周りにいる人の存在の大切さ、学びは勉強だけではないということ、また高校入学以前に到底たどり着くことのできなかった大切な時間を取り戻したような気がしました。ただその一方で進路に関して不安や悩みを抱えている生徒もいるでしょう。志望理由、自己 PR、 面接指導など、私たち3年生は考えることがたくさんあります。人はお互いに支え合い、助け合いながら生きています。だから一人では生きていけないからこそ、周りに頼ることが大切です。立ち止まることも勇気です。一人で抱え込んで自分を傷つけないでください。過去は変えられないけれど、未来はいくらだって作ることができるんだよ。まずそもそもお金とは何でしょう。お金とは見ず知らずの人と取引するために生まれたものです。というのも、村のような小さな集落では物をもらって誰かは今すぐ求めなくても、そのうち返してくれるので、お金がなくても困らなかったのです。そしてついに私たちが提案したテントウムシのティラミスができたんです。試食会ではケーキのデザイン、パウダーのかけ方、テントウムシの配置では何回も何回もテントウムシの置き場所を変えたり陳列まで話し合いました。その熱心さに私たちも魅了されました。高校生で岐阜の地域の方に PR できたこと、タイや京都の方々と社会に貢献できたこと、それを伝えれたこと、みんなを笑顔にできる活動に参加できたことは私の財産です。物事の始まりは嫌いと問うより好きと問う方が何事も好転するように思います。もし私が数学を好きであれば、天気も晴天で健やかな気持ちで授業を受けられていたのかもしれません。好きと問うより嫌いと問う方が簡単ですが、充実した時間を過ごせるように好きと解いて始めましょう。学びに終わりはない。私はこの言葉を聞いたとき、ある疑問を抱きました。終わりのないものにどんな意味を持って取り組んでいるのだろうと。私は教員という夢を持つ上で、学ぶ意味について興味を持ち始めました。私は3年間この弁論大会に出させていただいて、3年連続学年大会で1位を取らせていただいたんですけど、今年は担任の先生が私が原稿を出した時に、私の言いたいことを言えばいいからみんなにそのまま伝えることができてとても嬉しいです。私は教員になりたいという夢があるので、この大勢の中ではっきり堂々と自分の意見を話すっていうことは、これからの将来の夢のためにもとても必要になっていくと思うので、いい機会があってよかったなって思ってます。私もテストのたびに周りと比較して落ち込んだりもします。ですが結果を見て一喜一憂するだけでは学ぶ意味は一切ないと感じます。その先にある自分のための学びにつなげることが最大の目標だと感じます。そして学校ではすでに学習の個性化という文部科学省の定めた指導要領があることを知っていますか。学習の個性化を図るためにある時間が設けられています。もちろん私たちの学校でも行われています。それは総合的な探究の時間です。この探究の時間は自分の興味関心に基づいて学習を探究的に進めていくために与えられています。私たちが気がついていないだけで、学校では小学生の頃からずっと行っていてくれたのです。これを利用しない手はないと思います。このように私たちの周りには学習を進めるための時間や個性を伸ばすための制度が他にもたくさんあります。ですが私たちが自ら動こうとしなければ何も変わることはありません。そこで私たちがするべきことは、やらされているという意識から学ぶ意味を明確に捉えて、自主的に意欲的に学び続けるという意識に変えることです。私は学んだことは一生の財産になると考えています。これをきっかけに私と一緒に財産を増やしてみませんか。自分が自分であるために、あなたがあなたであるために、
これからも個性を伸ばし合える、そんなみんなであるために。ご清聴ありがとうございました。